はい、どうもこんにちは。今回はこちら、結局一問一答何がいいのということで、今までいろんな一問一答をレビューしてきたんですが、総まとめ集大成やりたいと思います。どれを押すかっていうと、正直一問一答じゃ完結しないんですよ。みんなは一問一答じゃなくて過去問です。過去問が重要なんです。っていうことは、一問一答にそんなにめちゃめちゃ時間をかけるわけにいかんのですよ。だから押したのはこれ。このチャンネルでは世界史に関して、事件メニューに関して、世界史に関する本、映画、小説などなどお話ししております。この動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンを押して、そして、さらに、いいなと思ったらチャンネル登録をして、そして何か意見、質問、感想等あればトゥルトゥルトゥルとコメントを書いておいてください。返せる範囲でお返事したいと思います。皆さんの力が必要なのです。皆さんの力で応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということですね、今回は結局一問一答何がいいのかということで、数々の一問一答をレビューしてきましたが、主にこの3つですね。この一問一答のうちどれが結局いいのかと、そういう総まとめをね、総まとめをしていこうかなと思います。ということでいきましょう。まずこちら山川ですよね。でそれから東進がこれだよね、これですよね、東進ですよね。でそれから学研が、はいはい、これ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 で、そして Z 回があって、これね、はい、Z 回があって、これですね。で、そして、はい、応募者ということで、これ。この5冊が、まあ、主要5冊でしょ。まあ、他にもあるっちゃあるけどね、多くの人がこの5つから迷ってんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、順番に整理していきましょう。まず、用語の数で言うと、山川が一番多いですよ。これ意外じゃないですか。この一番薄い、これ一番薄い山川が一番多いですよ。4700ぐらいです。で、次が応募者、これですね、4000ですね。まあ、ターゲット4000ってなってるぐらいですから、4000ですよね。で、Z 回3600、学研3650、そしてこれが3600です。で、ただ、まあ、単純な数だとこれが一番多いんだけど、この3つは赤字があるんですよ。つまり問題1問1答だけど、問題の方に赤字があって、赤シートを使えばここも問題として使うことができるわけで、それを考えるとこの3つが一番多いということです。ちょっとこれカウントできてないんで分かんないですけど、まあまあこの辺が一番多いじゃないですか。だって単純に並べた時に一番ほら分厚いじゃないですか、この2つが。多分この2つが一番多いんだと思います。次、作品あるなしをまとめましたが、山川だけないです。まあ、ふーん、だから何って言われたら、だから何って感じなんですが、そういうことですね。で、そして図解に関しては、山川は図解がないです。もうずーっと問題がバーっとこうずーっと問題がバーっとこう出てるだけで、東進は少しだけある。東進は少しだけあります。地図とかがちらっとあるのかな。で、それから学研はない。ないじゃないんだけど、こうたまにこう、挿絵があるんだよね。で、この挿絵が使える。世界中の内容的に使えるなってところが、ややあります。って感じ。で、そして、Z 回は、これも少しあるって感じですね。少し表とかでまとめてたりするし、で、あとは年表。これ、ところどころちょくちょく年表でまとめようみたいなコーナーがあるんだね。年表でまとめようみたいな、こういうコーナーがあるんだね。なので、まとめコーナーあります。で、そして、一番このお使いが多いのはこれですよ。これは、語呂があります。語呂で抑えようみたいななんかまとめがあったりします。ほら、語呂を覚えましょうとか。で、あとは、まあ、地図もあるし、で、それからこれ、図解。ね、この先生が、多分先生が授業で使ってる図解だと思うんだけど、それがバーッとまとまってたりします。ただ、この先生の授業を受けてない人は、この図解意味わかんねえってなるだろうし、語呂も好き嫌い分かれると思います。まあそこはもう好みの問題だと思います。はい、ということでそんな感じですね。で、見やすさで言うと、正直山川見にくい。なんでかっていうと、バーッとこう字面がブワってる。で、フォントもなんかちょっと暗い感じだし、古い感じだし、で、しかも、これさ、問い11は上記10の説に共鳴したって感じ。こういうのが意外と使いづらいんだよね。っていうところがあって、見にくいは見にくいです。なんか古い感じです。で、そしてそれに対して他4つはまあ見やすいかなって感じです。で、その中でも Z 回がちょっとね、字が詰まってる感じがするのと、それからまとめページの年表で覚えようみたいなところがこうギュッとなってるんで、これがどうかなっていうところではある。で、他3つはあとはまあ変わらないですね。現代風になってる感じですね。まあ、色使いがそれぞれ特徴的なんで、オーソドックス、学研オーソドックスで、東進はなんかこんな感じ、なんかこうなんか独特ですよね。
で、学研はなんか全体的に緑っぽい感じです。はい、っていう感じで、まあ、それぞれ違うんだけど、まあこれは好みかなってところがあります。で、そして次にページ数で比較するとこの山川が一番薄い。ほら一番薄い。だって290ページだから、それに対してこれ500だからね、分厚いんですよ。あ、こっちの方530か。でも530だけど、こっちの方が紙がペラペラだから、こっちの方が紙が分厚いから、だから同じような厚さですね。あの、こんな感じですね、同じような厚さですよね。こうですよね。同じ。で、そしてそんな感じになってます。で、そして価格で言うと、はい、山川が一番安い、そして次が Z 買い、そして他は全部1100円という感じです。はい、ということでこのような並びになってます。で、そして特徴で言うと、これシンプルズベストっていう感じです。で、そして東進と学研はブワッと分厚さみたいな、もう分厚くっていっぱい5乗ってますみたいな、で、しかも見やすいですみたいな、そんな感じだよね。で、そして Z 回と応募者はちょっと近くって、なんかステージに分かれてんでね、レベル1レベル2レベル3みたいな感じで、で、こっちはマジでレベル1レベル2レベル3レベル1レベル2レベル3で、こっちはパート1パート2パート3って感じ。パート1が普通の1問と、パート2が地域別の1問と、パート3があと難関用語って感じだね。はい、っていう風な感じになってます。だから山川は山川、東進と学研がライバルで、 Z 回と応募者がライバルって感じだね。はい、っていうところです。で、さあ果たしてこれどれを使うべきなのか、みんなにお勧めするのはどれなのかって話なんですが、果たしてこれどれを使うべきなのか、みんなにお勧めするのはどれなのかって話なんですが、何に使うんだって話よ。一問一答ね、単純にさ、まあ今これ見てる人たちはこれから一問一答どれにしようかなと思って迷ってると思うんだけど、一体何に使うんだと一問一答って、主に3つです。これいつも言ってるやつだけど、3つです。まず1つは授業が終わった後、例えば、あ、そうだな、中世ヨーロッパやりました、ゲルマン人の大道やりましたってなったら、その後、その授業のすぐ後ですよ、すぐ後にどう出るか確認、そのゲルマン人の大道のところが入試問題どんな風に出てるのかとパッパッパッって確認するということ。で、そしてそれに加えて、やっぱり授業ってのは授業時間の制約あるわけですよ。果たして全部全て完璧に喋れるかっていうと、それは違う、なかなか難しい。で、そうなってくると抜けてる語とかあったりする可能性がある。で、本当は王様触れなきゃいけないのに、なった時に王様の名前触れてなかったりとかすることがあるから、はい、そこに出てる足りない知識あるかなってことを確認するということ。で、そして最後は総復習。まあ一問一答ね、簡潔に一冊にまとまってますから、チェックペン使ってピッ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 ってやったら、すぐに、割と短期間で全知識を確認し直すことができるって、そういうところがあるわけですよ。まあ詳しい話はね、動画をリンクの動画を見てくれれば、いつも貼ってるリンクの動画を見てくれればいいと思うんですが、いずれにせよ総復習に使えるというこの3点をポイントで使っていくことができますという感じです。はい、ということで結論です。まずどれを押すか、どれを押すかっていうと、正直一問一答じゃ完結しないんですよ。みんなは一問一答じゃなくて過去問です。過去問が重要なんです。っていうことは一問一答にそんなにめちゃめちゃ時間をかけるわけにいかんのですよ。だから押したいのはこれ、楽、一番こう簡潔コンパクトシンプルイズベストということで、自分はこれ押したい。ただ、いやいや先生、私は世界史一問一答かけてんですよ、一問一答で難関レベルまで行きたいんですよ、細かいとこまでちゃんとやりたいんですよ、しかも山川見にくくないですか、山川ちょっと使いづらくないですかって言うんだったら、はい、この2つ、このどっちかでしょうね、このどっちか、このどっちかで、どう区別するかっていうと、まあこれほぼほぼ好みだと思います。重さもほとんど一緒、分厚さもほとんど一緒、髪がペラペラなのはこっち、髪がしっかりしてるのこっちっていう感じかな。うん、で、あとは色使いが全然違うから、まあその辺だよね、もうほんと好みの問題だと思います。うん、自分だったら好み的にはこっち、ただこっちの方が買い手が新しい、だからこっちを使ってもいいかもしれない、もうそんな感じ、もう本当に皆さんにお任せしますって感じです。ということで、難関次第の人はこっちを使ってもいいよって感じですね。これが嫌ならこっちのどっちか、このうちのどっちかって感じです。で、そして最後に、共通テストだけでいいんですよと、共通テストしかやらないんですよ、お、じゃあどうすればいいですかってなった時はこれなんでかっていうと、難関レベルが、第3章が難関レベルでしょ、でそれ以外のところが難関じゃないところだから、そこをやればいいですよね、難関レベル以外をやればいいですよねっていう感じっていうと、いや先生こっちもっていうかもしれないけど、これちょっとパート1とパート2の区別がつきづらいんで、ステージ1とステージ2まで競艇でどこまでっていいかちょっとよくわからんので、ちょっとこれはうんって感じですね。っていうと、じゃあみんなの中で、じゃあこれいつ使ったらいいんですかって思うかもしれませんが、ちょっとこれは
ちょっと僕の中ではよくわかりません、チーンみたいな感じになっていくということです。はい、ということですね。ちょっとまとめておくと、はい、ということで、標準の人は山川を、そして難関次第のお人で世界史をちゃんとやりたい、しかも山川嫌だって人はこの2つのどっちかを、そして協定のみの人は、まあ、これを使うと、それぞれ使っていくといいんじゃないかなというふうに僕は思うということです。まあ個人的な見解ですね。なので異論反論とあれば、まあ、書いてください。ということで以上です。終わり、ご苦労様でした。バイバイ。この動画がいいなと思ったら、ぜひ高評価と、そしてチャンネル登録お願いします。わかりやすくて楽しい授業をモットーに、世界史の授業動画も展開しているので、そっちの方もよかったら見てください。Twitter とインスタもやってるので、そっちも登録してくれると嬉しいです。ということで以上、終わり。バイバイ。